どうもこんにちは、大野です。今回は沖縄県の南部にあります糸満市というところに大戸海岸、通称ジョンマンビーチというとても美しい海岸があるんですけれども、そこでですね、念願のドローンを飛ばしてまいりました。白い砂浜と透き通った青い海が広がっておりまして、とても美しい景観が広がってました。海岸は潮がだいぶ引いてて、現れた岩場とか、そして海中に広がる美しいサンゴのようなものがあって、とても綺麗でした。きっと夕日も美しいんだろうなと思ったんですけれども、時間も押してたんでドローンだけを飛ばさせていただいて帰ってまいりました。近くにはひめゆりの塔があって、ドローンを飛ばした後に、参拝してきたんですけれども、海岸はとても綺麗な場所で、そしてひめゆりの塔は心洗われる場所で、すごく良かったです。沖縄にお越しの際はぜひ立ち寄ってみられてください。ということで、この日はまあまあ風が強くて、私ずっと初代マビックミニを使っているんですけれども、軽い機体が風に流されてとてもヒヤヒヤしながら飛ばしてまいりました。ただですね、映像の方ご覧いただいたらわかると思うんですけれども、とても安定していて、恐怖を感じることのない素敵な映像が撮れたんじゃないかなと思っています。今出てる現行のドローンでマビック3とか、マビック3クラシックとか、まあまあガチな機体があるんですけれども、何度もポチるのを我慢して、もう少しだけこのマビックミニで頑張ってみようかなと思いとどまっているところです。新しいドローンもそれはもちろんいいんですけれども、このマビックミニで全然十分だったりします。まあ、もしよかったら映像の方ご覧になっていただければ幸いです。それではしばしの間、沖縄の綺麗な海をご堪能ください。大野でした。
Thank you.